今日は小山社長のお店がということで、これはまあ蕎麦好きなんですけどね、もともと生まれも育ちも浅草なもんですから、私の場合は下町育ちなんで、やっぱり蕎麦と寿司とそして、まあ、お酒の話はやめますが、大変楽しく過ごさせていただいて、本当に困難な選挙戦を乗り切っていきたいなというふうに思っております。何人かからやっぱり千葉県に住んでない人から電話が入ったりして、今日なんか一番の注目区になるんだってね、とどうしてって言ったら、いやほとんど全政党が擁立をすると、それでなくたって今国会の中政党の数が多すぎちゃって名前が分かんないんですけど、分かんない名前の中でまた全部立ててくるから、まあ30人ぐらい立つのか、いやそうですよでも10人ぐらいかなという気もしてるんですけど、私はちょうど20年目の選挙になりますので、一つの区切りでもありますし、それから一つの大きなチャンピオンとしての状況と、もう一つのどういったらいいんでしょう、ちゃんと対戦ができる政党を作ろうと思ってずっとやってきましたので、今確かに前回の奥野さんは受かっていただきましたけど、多くの仲間が矢に下っています。この証言じゃないでなってきたことに間違いはないので、ただですね、私のスローガンじゃないですが、ガラス張りですから、ガラス張りでやったんで、まあ、自民党だったらもうちょっと知恵使って見せないで済んだの、ドタバタまで全部丸裸でガラス張りでやりましたので、この間ある自民党の代議士と話してたら、なあさ、それガラス張りわかるけどさ、もうちょっと下の方は曇りガラス入れとくんだよこういう話を言われましたけど、私は全部ガラス張りで見せた方が民主主義っていうのはやっぱり批判も受けて頭冷やして、多分何が正しかったのかということをやり続けるのがやっぱり政治の、王道って言いますか、普通の道じゃないかなというふうに思っています。ですから私も浪人もしていますし、この辛い時代を過ごしてきましたけれども、なんとか二大政党制2つしかないっていうことじゃないですよ、公明党や共産党もあるわけですから、現実に2つの大きな政治の筋となる政党を作っていく、こういうことをやっていきたいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。